題なんだよな。これがマジでやばかった気がするんだよな。第一形態は、まあ、強いっちゃ強いけど、第二形態ほどではない。性格が変わってんだよな。この虫けらども二度と留守できないよ。バラバラに引き裂いてくれるわ。はい、ということで、さあこの BGM を初だね。よし、やっていこう。一回チームやってみるか。マイタスボンバーちょっと助けてくれ。ちょっとでも削ってくれ。いや、聞くわけないでしょ、あんた。アホかいな。テンションのためにあまり良くないんだよな。一徹稼働するしょ、こいつ、やっぱ。マヒャドとかな、やってくるしな。うひょー。うひぇー。いいね。あーでもあんまり通らねえな、ダメージが。これがやばい。うーわ、バックル89も食らってるよ。お前それ意味ないんだって。アホかいな。あー、そんなことしてきたな。うわ、81ってあんた。お、いいね。オッケー、よし、よくやってくれました。あやぶさ、カブトワリ、ピオリム、ちょっとね、ジェシカが怖いから、あー、ビホイミ、勝てっかな。ちょっとね、正直第一形態は勝てるっていう見込みあったけど、第二形態は分からんな。マヒャドか。マジックゴリアもやんなきゃダメか。あー、やばいね。シャソがやばい。オッケー、下がるね、下がるね、下がるね。オッケーオッケー、下がるのはでかい。ちょっとね、ちょっと自分で回復しよっか。ちょっとね、激しい炎がやばいから不破派で、スクルト、クールの MP が持つかが心配になってきたな。もう一回下げろ。 OK、 二回下げりゃいいっしょ。ピオリムやってないとさ、先制できないからさ、一気に崩されるんだよ。想定マンさん、これどれぐらい食らう ?120 ぐらいいく。あ、いいね、いいね。はい。あー、やばい。あ、やばい、クールがやばい。あー、ダメかー。ザオーラルで、ジェシカやばいよねー。祝福の杖やばいな、やばい。さすがドルマゲス様ですわ。
これで全体攻撃したらやばいんだよな。あーどうだ、やばいかな。おっと、危ねえ危ねえ。そのテーマさんでちょっともう一回ピオリムだけ、あ違う違う、ピオリムだけ書くよ。ククールがピオリムかかってないから、ベアマ自分ここまで来て死にたくないぞ。オッケー、あれベホもやってた、あれごめんここに来てミス、ミスった。相手使うか、あーやべえなー。あー守備力戻った、あーれーやばいね。主人公のね、あーチャソの MP やばいなー。チャソカブトアリ祝福の杖、いやピオリムだ、こうでしょ、ピオリムは絶対だからね。うわマジか、先制するか、うわあ下がんねえしな、それで。あチャソの MP はあまり使いたくないけどやるか。早ぶさぎらってもゼロだからね。ゼシカは94か、耐えるかな。ちょっとフバハだけは絶対やりたい。スクルトいくか、バイケルトなんて唱えてる暇ねえな。下がれ、よし、オッケー。ああ、マヒアとか。ああ、ジェシカやばいなー。ああ、ヤンガスもやばいわ。マジかー、マジか、マジかー。ヤンガス、カブトアリ。ちょっとヤンガスにバイケルトで、ベホマをゼシカ、ゼシカ、オッケー、よし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 、オッケーオッケー。あで下がんね、あおたけび、うわーうわー、あークールが沈まなかっただけまだマシ。かーやば、ククールやば。ゼシカベホイミだな。ククールベホマー自分。ククール来いよ、ククール来いよ。ククール死んだらめんどくさいからね。よし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 。よし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 。うわ、なにそれ、もうやばいやばいやばい。スクルトやっといてよかったな。あ基本的に100切ったらもうダメだね。あいや、お前攻撃で兜割り祝福の杖を自分でベホマを射そう。やべえな、勝てっかな、なんか心配になってきたな。チャソの MP 切れたら終わりだぞ。うわ下がんねえな。うわ戻るし、はやぶさ切りかぶと割り、祝福の杖を自分に、ちょっと100切りそうだからね。あ
作る MP やばいなあ。あんま使いたくねえなあ。ちょっと待って、ジェシカないやった。祝福自分だよね。妖精の矢でちょっとちまちま回復していこうか。3でもでかいな。やべえ、守備力が下がんなくなった。あー、それやめてー。うひゃー、マジっすか。はやぶさ切り、いや、ちょっと待った。あー、いや、ミラクルソードもでかいんだよなこれ。 MP がやめよう。祝福の杖で間に合うっしょ。で、寄せの矢。もう回復薬がゼシカになっちゃってるじゃないか。まあ、まだあるから大丈夫。40ありゃいい、大丈夫だろ。下がれ、下がんねえな。やべえな、これ。うーっと待って、ふわふわ出てたよね。はいはい、大丈夫、大丈夫。はい、手つく波動。このタイミングで手つく波動っすか。ベホイミ。ベホイミをくくる。カブト割り。フィオリムは絶対。で、ベホイミ、ジェシカ。なかなか互角というか安定はしてないな。はいはい。うわー、マジか。誰？お前かい。後列狙うなや。あ、やばい。そうか、バイキルト切れてっからか。守備力下がんねえしな。はやぶさ、かぶと、祝福のせい自分、ベホイミの自分。どうかな。下がれ。下がんねえ。もうダメだ。下がんねえな。待って、お前そんなことしてきたっけ。うーわ、あー、めんどくさい。お前ほんとめんどくさい。あー、ヤンガスやばいね。使っちゃうか、ベホンは。カブト割り、カブト割りも効かねえが想定マザンだな。で、ピオリムは絶対かけなきゃダメでしょ。で、ゼシカも100切りそうなんだよな。スクルト、少しでもね、物理攻撃だけでも防げれば。あー、マヒアドか。ゼシカやばいかな。あ、チャソもやばい。たけびやめてねー。ククールやめてねー。よし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 。想定マザーあと5回ぐらいしか打てねえもんな。ジェシカ MP は大丈夫。チャソ、ベホもあと2回しか打てねえな。あー、しょうがない。ジェシカ、ふわはの方が大事でしょ、多分。ちょっと待って、ちょっと待ってね。もう一回、もう一回、もう一回、ゆっくり考えよう。自分でやって、ソーテマさん、ふわは、ゼシカ。OK、OK、OK。
ッケー、間に合った間に合った。オッケー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 。ジェシカが魔法アギル覚えたら最強なんだけどな。そんなことはないよね。そんなにまだダメージ与えてねえやな。クール行ったか。やべえ、チャソがやばい。MP が。ヤンガス回復したいけど、まだ耐えると信じて。あ、そうか、祝福の杖やればいいや。これでちょっと余裕出てくるでしょ。まだか、こいつ。マヒャドか。マジックバリアもやんなきゃダメだよ。でもね、装備でなんとかね軽減できてるんだよ。あのチャソとククールは。はやぶさ、ソーテンマーザン、祝福の杖、ククール。やばった。いやー、マジックバリアやろう。で、ベホイミ十分。これで守りは固めた。スクールともう一回やりたいけどね、本当は。そろそろいかねえか。おし、来たー。あー、危ねえ。いや、危ねえよ、お前。強えよ、本当に。はいはい。妖精の矢がパワーアップしてセリの矢になった。オッケー。いや、危なかった。MP 切れだったよ、ほんと。にはまだ足りんね。こんなところで口当てるには。ついにドルマゲスの野郎を倒したんですよ。本当ですよ。お前は長い旅路、本当長かった。きっと今からおっさんと馬姫様の呪いが解けてるのに喜んでいることじゃ。さて、俺はこれで修道院長の敵を打てたわけだし、晴れて自由の身ってことかな。ぜひとも嬉しいだろう。どうだ、兄の敵を買ったことだ。なんだよ、どうしたんだ、浮かない顔して。あいつを倒したことは、これで、兄さんは生き返らないのよ。朝鮮の敵討ちなんて。まあ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 。誰だい。あ、あれか。トロでな。戻ってねえんだよな。あれ、おっさん、俺が解き方じゃ。何言うとんじゃ、お前は。冗談は顔だけにしといてくれんか。冗談じゃなくて、俺たちはドラマギスを探したんで、イエスが死に万体を姫様の呪いも解けるって。そう。ならば、なぜ私の呪いが解けん。本当だよ。なぜじゃ、なぜ呪いが解けん。元はといえば、ヤスメが我が城の秘宝の杖を盗み出し、それを振り回したせいで。お、そうじゃ、せいやどうなった。せいってこれのことかな。おお、それじゃその杖じゃ。おっさん、そろそろここを出るでかすよ。うん、まあこんなところで考えようっても拉致がかかる。さあ、サンビークへ戻るとしようかのと。さーて、このモーションが後々怖いことになりますよ。街入って大丈夫な？みんなよくやってくれたわよか。今後のことを考えると頭が痛いの。まあ今日ぐらいはゆっくり休んでくれ。場所は不明のことが気になるゆえ、場所で過ごすとするぞい。それじゃまた明日な。ほう。はい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 、底辺で流すよ兄貴。はいはい。
ジェシカがジェシカに見えてきて、朝起きたらベッドはもぬけの殻で荷物を見に当たらないんですけど。はい、ということでですね、はい、ジェシカが消えちまいました。